きチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあということでですね。はい。新年。はい。一発目の撮影です。はい。もう動画はたくさん出てますけどね、新年。動画はたくさん出てますけど、はい、あとあれっすね。パリーグ TV さんとのコラボを、うん、あの映像を使った解説動画。出ましたね。うん。評判いいんですけど、はい、ちょっと時期が遅すぎて、うん、あんまり回ってないんですけど、皆さん見ましたか？なんであの CS 終わってすぐとか出せなかったんですか？いや、あれやんのめっちゃ大変なんだよ。あ、そうなんですか？マジで。尋常、多分あのやる方も、はい、多分編集する方も、うん、動画の中で、はい、下手したら一番大変かもか。あ、その案件動画以外で、はい、まあきついよ。そうですよね。うん、だって1時間ぐらいやってんだからね。それギューッとまとめてんだから、もう、うん、あの正直めっちゃきついんだ。あれ確かに編集する方もどこ使うとかこう抜粋するのも大変ですよね。あと向こうでこっちからよ、はい、欲しい動画を言って、欲しい場面言って、はい、リクエストして帰ってきて、うん、でそれを見てで声当てていかなきゃいけないから、うん、めっちゃ大変なのよ。そうですね。労力半端ない。やっぱ動画があるっていいですね。映像があるとね、うん、でもあれをすぐはできないね、うん、正直。でも評判良くてよかったです。だってパリーグ TV さんとのコラボですもんね。そう、評判いいけど、うん、あのコストパフォーマンスが悪い完全に。絶対今日今のこの動画を見た人は、はいはい、見てない人が 80%、 まあ今からじゃあ見に行ってください。そうそう、ちょっと振り返っていただいて、うん、で何気に何球打つやつがめっちゃ回ってんだよね。去年の9月ぐらいに袴田さんの始球式の前に、ね、そうそうやったやつが何気によく回ってて、はい、やっぱ気になりますもんね。佐藤さん今打ってるのかなって。でもめっちゃコメント欄で評判良かったね。まあ、あれ絶対前半で、あ、1本目で打ったと思ってる人いそうじゃないですか。うん、それはだから編集もうまかったな、あれ編集マンが編集であった。なんか私もコメント欄見てて、あの1回で打てるなんてすごいですみたいなもうちょっと見てみたいな。あれ全然伸びひんかったもんな。でも何球ですごいらしいよ。あ、そうなんですか。うん、ちなみに明日が、はい、あの袴田さんが俺から盗塁できるかっていう動画。そう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 、うん、ちょっとそうそうそう、今度は守備編がね、はい、来るからぜひ皆さん見てください。まただから今年もやろっかね、はい、なんかね。そうですね、うん、いやなんか教えてください私、キャッチングとか。あ、そうだね、はい、じゃあミニスカート履いてキャッチングしとけばいいんじゃんって。それかミニスカート、なんでそれミニスカートが必要なんですか。100万再生されるそれか私がもしかしたらまた次始球式があるかもしれないので。もうないでしょ。もうかもしれないじゃないですかどこ、何があるの今度。楽天生命パークとかであるかもしれないじゃん、わかんないけど言えば言ってくと。まあまあそうだね、言うの大事だから。その時に向けて100キロ目指すとか、あの、いや、それだったらちょっとトレーニングしてきてよ。私週に1回ジム行ってますからね。いや1回じゃダメだよ。僕あのシェイプアップトレーニングじゃダメだよ筋肉つけるトレーニングをしないと、はい、あの無理なんだよ。100キロ、多くの投げ方だけで100キロは絶対無理。じゃあ私のあのピッチングは何キロでしたか。え、40キロ50キロぐらいじゃん。そのぐらいなんですかだってこんなんだもん、多分40とか50キロぐらいだと思う。じゃあ次80キロ目指して。いやだからそれをこれトレーニングだね。だからちょっとスクワットとか筋トレとかやってここら辺ちょっとムキムキにならないと無理だと思う、はい、だって出力ないと。まあそうですね、うん、で意外と運動神経いいから大丈夫。ええー、多分無理だと思う。で今日はすみません、何の動画ですか今日はですね、はい、窃盗です。窃盗窃盗です。そんな急展開な動画いきます。そうです、今がテンションがね、はい、大きく変わりますけど、新年最初の動画、今日 の、 あの動画はですね、はい、あの窃盗についてっていう、はい、そうです、はい、まあもう誰がとかはね、うん、もうその人の名誉もあるんで言わないですけども、はい、もうあの昨日も新聞載ってましたし、ちょっと前もねあの大きく新聞にぎわしてましたけども、はい、球団内 の、うん、あの窃盗、はい、もしくは、うん、プロ野球 OB がうん、あの窃盗で逮捕されるっていうニュースが新年早々、ね、はい、ありましたけども、はい、そのどうなんやっていう。いや、それダメですよね。でも結局ね、うん、はい、最初の結論から言うと、うん、はい、誰とは言わないけど、はい、もう芸人の時から噂になってます、うん、あ、そうなんですか。だから全員が全員じゃないけど、はい、あの逮捕されたとか何かあったって言って名前出た時に、はい、あのまあ俺と同じチームじゃなくても、うん、現役が被ってる野球界にいる選手たちの場合は、うん、あのびっくり次第。へえ。だからその引退した後に何か問題があっても、うん、問題を起こしたとしても、うん、あの、あ、
やっぱりあれ事実だったんやなって思う、とか、あ、やっぱり治らへんねんなっていう、現役時代もそんなに、うん、あの人ってこうらしいよとか、うん、そういう噂も全然出るよ。悪い噂ってそんなにあるんですか？もう全然ある。で、まあそのね、あのチーム内では確信犯的で、はい、もう絶対と思われてるかもしれないけど、はい、他球団からすれば、うん、それをリアルに見てないから、うん、まあ噂にしか分かんないけども、はい、引退後何かの事件を起こしたりして出ると、あ、やっぱり事実なんやなって確信に変わってる。なるほど。まあそんな噂はね、噂は全部信じてもしょうがないですしね、うん、信じてもしょうがないけど、うん、大体事実みたい。そうなんですか。だって一人が言う分には噂かも分かんないけど、はいはい、複数人が言うからで、うーん、あとその人が引退したり、その人がチームからいなくなった時点でもうめっちゃ言うから、はい、あ、やっぱりそうなんやっていう、あ、まあ確かに、あと多分内々に処理されてるパターンもあるからね。内々に処理、ああ、その対外的に、はい、その事件にしないで、うん、もうそのチーム内だけで、うん、もう処理して、はい、っていうパターンもあるからね。あ、そこだけでも公にしないで和解させてっていうような、そう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 っていうのもあるから、そういうのはもうその人と人とを介しての話しか広がらないけども、うんうん、はい、まああるのよ多分。俺の予想ね、はい、12球団1回もそういうことがなかったチームは多分よ、はい、これはもう佐々木の個人的見解です、うん、はい、ないと思う。へえ。だって事実ね、はい、俺、うん、被害やってるから、ね。何被害あったんですか？現役、現役の時。試合終わってとか見たら。いや、試合も俺その時に野手会だったかな、はい、幹事してたのね、はい、その月会費とか、うん、いろんな時のお金を集めて、うん、でそれを年末のゴルフコンペとか、うん、浦笠さんも招待するから、うん、でそれを取っておけばその時に誰もお金いらないのね、うん、でそのゴルフコンペだからもう100人規模のゴルフコンペしたりとか、はい、だからメーカーの人とかも呼んだりね、はい、関係者呼んでしたりとか、うん、景品に当てたりとか、うん、一泊で行く時もあるから、うん、そういった時にはその宴会代とかも、うん、全部その会費の中でやるのね。だから誰一人その当日はお金払わないっていうのの、はい、お金集めしてたので、はい、でお金集めしてて、で6巻のよ、うん、ノートとか資料とかいっぱいドワーって置いてる中のノートの間に封筒に入れて挟んでその奥の方に詰めてたの、はい、で俺はいくら入ってるかは常に書いてたの、はい、封筒にね、うん、いくら入ってたか、はい、ってなった時によ60万ぐらい貯まってたの、はい、まあ、そのまま貯めててそこに置いとく俺も悪いんだけども、はい、で63とか4万入ってたの、うん、でそれ書いてて、はい、ある時見たらあれちょっと薄いなと思って、はい、で調べたら40その4万とかしてだから20万抜かれてたの、綺麗に20ぐらいだったんですか。うん。でもこっそり。でも俺がもし、はい、メモってなかったら分かんなかったと思う。そうですね。全部だったら分かるじゃん。うん、それもまたうまいよね。はい。30の20だったら分かるやん。はい。60の20は。3分の1？でも数えてなかったらあれ？と思うだけかもしれないよ。そうですね。うん。それを、はい、マネージャーに渡して、うん、通帳あるから、はい、そこに入金しといてっていう風に言うだけだから、はい、それを渡そうと思って試合終わってみたらもう、へえ。でもそれちょっと数字置いてたから、はい、でもどうしたんですかそれ。そう、もう自分で補填するしかないやん。まあ管理責任として、うん、でもなくなってますって言わないんですかそれ。言うけど、はい、もうすぐ分かるやんと思ってる人に言いたい。ロッカーは選手、はい、浦笠さん、うん、監督コーチ、うん、業者、はい、清掃、はい、みんな入るからもう分かった。あ、そうですね。正直じゃあそれ犯人は分からないままだったんですね。分かった。で噂は立つよ。でもその浦笠さんとかでも、はい、そのスコアラーとかいろんな作業してて、はい、必ず最後に帰らなきゃいけない人とか、はい、遅くなる人とかが噂立てられるから嫌やって言ってた、はい、そういう浦笠さんとかも、あ、まあそうですね、最後まで残ってくる怪しいとかさ、うん、一番最初に来てた怪しいとか、うん、そう、まあ、なるじゃんね。そうですね。噂的には潔白な人でも疑われちゃいますもんね、うん、で業者とかは特に誰もいない時に入ってきてランドリーとかもすることもあれば、うん、だからもうでも分かんないけど。であとはね、はい、まあ、こんなこと言ったらあれだけども、はい、グラブとか、うん、試合用のスパイクとかシューズとか、はい、バットはユニフォーム、うん、取ったらバレます、すぐ。
だって数が少ないから。あ、まあそうですよね。でもリストバンドとか、うん、はい、アンダーシャツとか、はい、バットでも、うん、ロッカーに置いてないストック置き場あるのね、うん、そこにはもう20本ぐらいバットあるから、はい、そっから抜かれたら分かんない。え、まあ、そんな道具盗む人もいるんですか。だってあの道具盗んでなんか転売してて捕まったみたいな人いる、ニュースに載ってたじゃん、選手で。あ、あれ転売でしたっけ、うん、へえ。元選手とか、はいはいはい、あとはあの昔のニュースではその業者の人とか、はい、へえ。あんなもう 100% 分かんないよ。でもそうですね。でたまに出てんの見るけど、うん、はい、あれ俺キャンディーとかで出したやつなのかなって思う自分のが出てると、うん、まあ、だってオフとかにチャリティーで出すから。そうですね、現実ね。そっか、そうすると本当分かりにくいですね。分かんないんだよ。でもそれは試合用のバットとかいきなりロッカーからなくなったら、うん、それ 100% 分かる、はい、スパイクとか、ね、数少ないからね、うん、ユニフォームとか、うん、でも革手とかリストバンド箱で来るからもう山ほどあるわけ、はい、そっから取られても分かんない、はい、私的にそのじゃあお金を20万抜いた人っていうのは、うん、そこにそのお金があるっていうことを絶対知ってる人じゃないですか。もちろん。ってことは佐藤さんがお金を管理してるっていうことを絶対知ってる人ですよ、うんうん、ってことは業者とかじゃなくて絶対身近な人ですよね。でも業者の人たちもロッカーに常にいるから、うん、あ、でも全員の分こうやって開けて3とか、あ、開けないからロッカーって、はい、あ、ドーンってあるだけだから。そうだ、球場のロッカーはロッカーじゃないです。そう、棚があるだけだから。そこにお金置いとくのちょっと不用心ですね。そんな盗まれるって思ういや、もうそういうだってのがあるんですもんね。それが初被害ですか。俺はね、はい、まあ、ちょっと佐藤さんが不用心なのも60万もそこに置いたことありますけど。そんなだってプロ野球選手がそんなお金盗むと思う。え、じゃああれですか、その噂がいろいろあるのはその後にこうポロポロまで聞き出したんですか。あれでもだいぶ前だからね、2000何年ぐらいやったっけな、2006とか7とか、うん、それぐらいだからね。へえ、まあでもちょっと不用心だとしてもまあお金盗んじゃいけないですからね、うんうん、そんななんか今あの被害者が悪いみたいな言い方いやいや、そんなことは言ってないですよあとあの2軍とかもあったからね。へえ、その浦和とかでも、はい、時計とかなくなるとか、うん、でもあれはあの時はちょっと不用心だったな、今思っても。あ、そうですか。浦和のロッカーって、はい、球場とロッカーが離れてるのね、はい、道挟んだ隣にあるから、うん、でそこ あのロッカーは、うん、練習の始まった一番最初 の、うん、あのミーティングが行われる時は、はい、誰もいなくなるのよ、はい、でカメラもなかったから、うん、それはちょっと知ってて入ったら撮れたな。あ、ずっと空いてるし。え、1軍のロッカーはないんですか、監視カメラとかって。でその後できたのよ、言って。あ、そうなんだ。で監視カメラができて金庫もついたのね、はい、あのゴルフ場とかにもあるような簡易のね、ちょっと小さい箱の、はい、もう鍵がついたロッカーみたいなのはできたんだけども、はい、まあできてもそこを使わないよね。まあちょっと面倒くさい。わざわざ財布とか、ね、そんな入れないじゃん。入れないですね。でも監視カメラができてからは、うん、俺は聞いたことないね。うーん、なんかファンが入ったのは一回あったけどね。ロッカーに、うん、すごいですね。で言われて、はい、入っててみたいな。何してたんですかね。でそのロッカーとかこう、はい、見てたから、はい、なんかなくなってないか見てって言われて、うん、でもなんか捕まえた時は見てなかったから、何もなかったから取られてないと思うけどみたいな。へえ、とかは監視カメラがついた後にあって。あ、そうなんです。うん、その、まあ、球界であの人がこうらしいよって噂はまああるって言ってたじゃないですか、うんうんうん、それってやっぱり言えばその年俸がちょっと下の方の若い選手とかが多いんですか、うん、というのは関係ないんですか。あ、でもなんかもうなんか1億円以上ももらっててやったっていう人の噂は聞いたことないね。だって取る必要ないですよね。でも、もう病気っていうじゃん。あ、癖、うん、なんかこう、あ、だから逮捕された捕まったってなっても、あ、やっぱ治んないんだなって思うけどよ、うん、だからでも同情することはないのよ、はい、薬とかもいろいろそうなんだけど、うん、なんか病気って言うけど、はい、まあ、今は病気だけど、うん、01の時って病気じゃないじゃん、ね、はい、アルコール依存症とかもあるし、ギャンブル依存症とかも、スタートは依存症じゃないじゃん、うん、だからそのスタートを言っちゃったがためにそうなったわけだから、はい、まあ、でも、それもうそうなったらなったで、うん、もう治療した方がいいよね。そうですね、うん、しっかり自分と向き合って、うん、だってそれを何度も繰り返して病気って言われても、うん、
ちょっとね、うん、それで被害遭う人もいるからね。そうですね、うん、誰も被害者がいないんだったら、うん、まあ100歩譲っていいけど、はい、やっぱ被害者が出てきたりとか何かにこうつながっていけば誰か被害を被ってる人がいるんだったら、うん、直さなきゃいけないなっていうのもあるし、うんうんうん、でもテレビ局とかいない。私いた時は一回も聞いたことなかったですね。じゃあ確かに意外と部屋のカバンとかにお財布って入れてアナウンサー室とかももう不用事に置いてますけど、うん、一回もなかったですよ。何かでも誰かがいいんじゃない。え、資格がないんだよ。資格、あ、誰かいる。なんかテレビ俺もよく行くけど、はい、資格がないよね、うんうん、なんかこういう机がいっぱいあって、はい、誰かいるもんね。そうですね、うん、まあいない時でも一人二人はいます。絶対いるじゃんね。でも私でも部屋に一人だった時とか夜とかは人、あ、そうしたらお財布ないか。夜はないですもんね。帰っちゃってたらないですもんね、うんうん、あ、そうで、みんながでもそこに何か集金してて家に出たやつとか俺が取られてたからね。でもあの部費っていうのもちゃんとあるんですけど、うん、あのちゃんとその管理する人とか決まってて、うん、で金庫があのアナウンス室の真ん中にドンと置いてあって、うんうん、で見えるところにあって、そう、金庫あるけど使わないんだよね。そうですね、まあ、そのみんなのお金だけは入れといた方が良かった。そんな盗まれると思わないでよね。思わないですね、うん、でも盗まれるんだよね。盗まれて初めて、あ、盗まれるんだっていうのでやっぱ分かりますよね。でもだからって言って入れないんだよね。まあまあまあ、まあ、もう盗む人いないだろうと思っちゃいますよね、うんうん、しかも今ロッテのロッカー、うん、今まではもしこれがロッカーだったら、はい、こうなったのよ、うん、だから四角がいっぱいあるのよ、はい、うんうん、壁があったらこういう風にで、こっちにロッカーで、ここにこっちとこっちのロッカー、はい、ここにこっちとこっちのロッカーだから四角がいっぱいあるのよ。温泉のロッカーみたいな。そう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 、四角がいっぱいあったけど、はい、今は、うん、こうロッカーだから、うん、で真ん中ソファーみたいな、はい、四角がないんだよ。へー、だからそれもまあ、カメラがついてるのもそうだけど、だからそういう工夫もいるかもわかんないね。そうですね、ロッカーに見渡せるようにするというか、うん、四角がないようにするっていう、うんうん、それがもう、うん、監視カメラついてますみたいな。あのシールよくありますよ、監視カメラ、はい、お店とかにも、うん、でもよ、うん、そんなことまでしないといけないのもよ、うん、プロ野球の会社という組織の中でいてよ、うん、まあ選手だけじゃないけど、うん、浦和さんも含めてお業者も恥ずかしいよね。そうですね、まあ、信頼関係とか、うん、こうチームプレーの脅威ですしね、うん、でもいるからね、うん、だからやっぱ気をつけていかないといけないなって思うけども、はい、まあ、病気だったらね、うん、しっかり治療してもらいたいし、はい、あとはもう本当にね、最初のね、好奇心とかでも、ね、やっちゃダメ、本当に何しても。それも当たり前です、もう好奇心で窃盗はしないでください。そう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 、うん、あと万引きとかっていう名前も悪いと思うんだよ、うん、窃盗だからね。そうですね、だからさつざきチャンネルを見てる皆さんは、うん、本当にね、人に迷惑かけないように、うん、ね、できる限りね、まっとうに、ちょっとその自分も用心はした方がいいですね。そうですね。まあ、だからね、はい、そういったところを皆さん気をつけてね、はい、2022年もね、うん、ハッピーにいきましょう。はい、はい。